はい、こんばんは、ぐっさんです。ハムヒコが家に来てからちょうど6週間が経過しました。ハムヒコはいつも通り元気いっぱいで、特にね、問題なく過ごしています。でね、ハムヒコの水槽、今まで2階に置いてあったんですけど、1階に移動してきました。今まで置いてた部屋さ、友達が集まってね、お酒飲んで、ね、ゲームやってギャーギャー騒いだりして、あとさ、タバコ吸う友達とかいるんで、いろいろとありまして、ハムヒコはね、僕のパソコン部屋にお引越ししましたと。で、この間ね、アクアリウムの水槽を2本撤去したんですけど、水槽代ね、捨てるのがもったいなくて、そのさ、不必要になった水槽代をこのね、ハムヒコの水槽に使用することにしたんですよ。これね、アクアリウム用の水槽代、これね、耐荷重が100キロ以上かな。アクアリウム用だからね、水張って使うわけだから、かなりの重さに耐えられるわけですよ。そんなのはね、どうでもいいとして、この、収納スペースがいいっすよね。僕が作ったさ、あのドベコに作ったあの水槽台、かなりね、収納スペースがなかったので不便だったんですよ。ほら、こんな感じで、最初はね、この水槽台アクアリウムっぽくて嫌だなと思ってたんですけど、このアクアリウム用の水槽を使ってる時点で何を今更って感じですよね。今こんな感じになってます。水槽とさ、水槽台がもう一セット余ってるんで、もう一匹ハムスターを飼育できるんですけど、あれさ、キャンベルハムスターっていいですよね。ちょっと興味が、あるんですけど、あのハムスターってね、飼育が意外に大変だから、いいか、その話は。で、寒い寒いこの季節、皆さんはどんな環境でハムスターを飼育しているのでしょうか。エアコンでさ、部屋全体を温めたり、もしくはね、ペット用の保温器具で加温したり、僕はね、保温器具を使用してます。今まではさ、あのひよこ電球、パネルヒーターなどを使ってきましたけど、ハムヒコはね、お迎えしてしばらくしてから、保温器具をね、強力なものに変えました。現在の保温器具はこれのみです。あの水槽の金網、上部の金網に取り付けてあるんですけど、これ保温器具です。爬虫類を飼育してる方結構ね、知ってらっしゃると思います。輻射型遠赤外線上部用ヒーター、ダントツの L サイズ、これ結構でかいんですよ。厚さ 2.1cm、 幅 40cm、 奥行き 25cm、 強力に下方へ広がるワイド暖房、水槽内全体が暖かくなると。で、これ絵を見てみると、熱がね、上から下に伝わってってるんですよ。ところで、これ爬虫類ばっか映ってますけど、爬虫類を飼育している人にとっては馴染み深いのかな、このね、本器具は。で、なんで熱が下の方に行くかと言いますと、ダントツは特殊断熱材と技術的工夫で輻射効果を増大させ、熱量の約 90% 以上を下方へ放射させます。熱の伝え方ってね、いくつかあって、これはあれかな、熱輻射、例えばね、太陽みたいな感じなのかな、熱を上から下へ放射させていくと。どんな技術的ね、工夫をしているのか分かんないですけど、とにかくね、水槽内全体が暖かくなると、下の方まで。で、玉切れの心配がなくて、保温球の約3分の1の消費電力で同等の性能が得られると、経済的、あと耐久性に優れていると。で、気になる消費電力は 76W ですね、この L サイズは。直管蛍光灯 20W 型、だいたい4本分かな。で、これあれですね、あのサーモスタットと一緒に使ってます。温度が下がると作動して、で、温度が上がると切れると。この間、この部屋、ハムヒコの水槽を置いている部屋の室温がね、朝方7度になってたんですよ。7度になってたけど、このね、ハムヒコの水槽の中の温度は設定した温度24度、プラマイ1、2度あるのかな、ちゃんと保ててましたね。かなり強力と
これさ、かなり、熱源が高温になって危なそうって思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、これね、不織布っていう、まあ、繊維系の断熱材のおかげで触れても熱くないんですよね。触れてみると温度は北海道程度かな。まあ安全と。本当はね、このダントツドベコに買ったんですよね。2回目の冬はこれで乗り切ろうと。だけどドベコをね、ダントツを買ってすぐに死んじゃったから使う機会がなかったんですよね。でも取っておいてよかったです。おかげでね、こうやってハムヒコがポカポカと。まあ、水槽内の温度はね、非常に安定しています。命の危険が伴う疑似冬眠に陥ることはないでしょうと。以上、ハムヒコの飼育環境、飼育温度についての大まかな説明でした。今日はね、ハムヒコにこれを与えます。埼玉県産人参わけあり、まあ、どんなわけがあるんだかわかんないですけど、これね、チャームっていうあのペットとかペット用品を販売してる通販サイトのサービスでもらえるものなんですよ。これね、以前頼んだことがあって、でドベコーに与えたところ、ドベコーね、めちゃくちゃこれ好きで、だからね、今回はハムヒコにもこの人参をね、食べさせたいと、そう思って頼んでおきました。ハムヒコ君おねんねですね、今。これね、まずはこっちのなんだっけ、ペレットですね。で、あと人参、あかね、あれ、ハムシコくん出てこないっすね。おい、ハムシコ、出てきてる。ハムシコ。これね、まずペレットですよね、ペレット。ペレットはやっぱ食いつき悪いですよね。いつも最初にペレットあげるんですけど、あのね、ペレットを口に含んで、で部屋の中にしまってからまた運動を始めるみたいな。おい、食わないのかな。お、ああ一個だけ持ってっちゃったよ。おかしいぞ。もうこれしょうがないからね、今日はね、先におやつを与えちゃいます。ちょっとあれかな、ハムヒコ部屋の中戻っちゃいました。いつもはね、ペレットをあの口にパンパンに含んで、で自分のね、部屋に、溜め込んでからおやつをね、あげてるんですけど、今日はしょうがないですね。あ、ハムヒコね、出てきましたよ、ハムヒコ。おい、ほら、おや、おお、なやっぱハムヒコも好きっぽいですね。ほらちょっと影になっちゃってるかな。だから初めてのね、人参に結構夢中になってるよこれ。あ、あれ、あ、なんかペレット1個だけ持ってまた行っちゃいましたね。あ、また来てよ、ほら。
あれ人参あんまり好きじゃないっぽいな。あら、照明を暗くした途端ね、餌場にとどまって、で餌を頬袋に詰め込み始めましたね。ドベッコウの時もそうだったんですよね。やっぱりさ、あの中光色の照明ってダメなのかな。いつもはさ電球色の照明を控えめに照らしてるんですけど、あんなにせかせかしてないですもんね、うん、ちょっと撮影の時はこれから気をつけないといけないですね。現在2019年の2月上旬です。寒い日が続きますけど、もう1ヶ月もすればね、暖かくなって、でいよいよ春ですよ。春っていうのはね、ハムスターにとっても過ごしやすい、そんな季節なんですけど、季節の変わり目なんかは要注意ですね。朝と昼の寒暖差が激しいんで、だからさ、保温器具を撤去するタイミング、その辺もね、注意する必要がありますね。まあ、今回はこんなところですかね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。